日のところはこの一家の名字の巻の途中なんですね。そして、しかも全く初めての方もないとは言えない、そういう初めての方がね、今読んだような文章を読まれてね、そして話中途から聞かれたら、これ一体な何の話だか全くわからないんで、来なきゃよかったって、この文章を読んだだけで、あ、来なきゃよかったと思う人も多いと思うんですね。いや、この消防現場始めちゃったから、私もこれ読みながらね、しまったって思ってんだね。こんなね文章を、話しようっていうのね、これ良いじゃないですよ。それも寝かさないで何とか聞いてもらおうと思うとね、これなかなか大変だ。で、しかし今日の話がね、だからまあ初めて来られた方にも一応ね、来なきゃよかったと思わせないようにの、そういう来なきゃよかったと思ったまんまで帰るんじゃ、お気の毒だからね。それでできるだけの、その前からの続きのお話をね、ちょっとしますとね、で前から続いて来られてる方は、前の話を思い出すつもりで聞いていたことにしてですね、この結局今の話はね、どういうとこの続きかっていうと、前のページの要するにあれですね、41枚なのかな、前のページの下の段の中ほどのところ、ついに道を得てのち人に示すには現者創一大師がですね、道を得てのち人に示すのに人十方世界これ一家の名字っていう、そういう言葉を言ったわけですね。人十方世界これ一家の名字、時に僧と承る和尚言えることは人十方世界これ一家の名字、学人いかんがえと伏せん。あとは人十方世界一家の名字っておっしゃったそうですが、我々としてはどう理解したらよろしいでしょう、こういうことですね。と C は人一方世界これ一家の名字、絵を用いて何かせん。この大体人一方世界これ一家の名字なんだ、それに対して何かどう理解したらいいでしょうって、それだけは余計なんですね。それで学人いかんが絵得せん、そしてまあそれで突っ放したわけ。ところがし来日帰ってその僧にと、今度翌日になってからね、電車の方からその僧に向かって、人十方世界これ一家の名字、何時その三回、人十方世界ってことをお前どういうふうに理解したか、こういうことですね。そうすると僧曰く、人十方世界これ一家の名字、絵を用いて何かせん、昨日言われたことをそのまんまひっくり返していった。そうしたらば C は知る何時国産木移りに向かって活気をなすこと、真っ黒い国産の鬼のあらですね、その中に首突っ込んでギタバタしてるんだな言ったって、この問答の提唱を道元禅師が
ずっとさ今されているのがこの一家の名字の巻なんです。そして、今日のところはその死来日帰ってその層に通っているそこからなんです。ところでまず人実法世界これ一家の名字っていうのね、これを一体どういうことか、これ漢字でこう人実法世界これ一家の名字って言われるとね、いやバカに難しい話になるわけですね。ところがね、これをね、私がいつもお話しする、もういつも来られている方は耳にタコができてる話だけれど、この耳にタコができることが大切なんですね。そして耳にタコできるほど聞いといて、聞いていると何かの時にあこれかっていう時が出てくるんだから、それでまあ辛抱して聞いておいてください。それでそのいつもお話ししているね、これはまあ私は思うんだけど、これノーベル賞に値するその大発見の公式だと自分で思ってるんだけど、その私の言うその公式ですね、この公式に当てはめて考えれば何でもないことだ。その公式っていうノーベル賞ものの公式っていうのはどういうことかっていうとですね、まず事故っていう、いや仏道を習うというは事故を習うなりなんだから、我々の問題はいつでも事故だ。この自分のね、この事故はっていうとね、行くを一ですね、俺は俺っていうね一です。この一はイクオール一分の一だ。そしてイクオール二分の二でしょ、これも数学の公式だ。そしてですねイクオールオール分のオール、これがねノーベル賞に値するその公式なんですよ、大公式だ。でこの事故っていうのはオール分のオールなんだ。このオール分のオールをあれですね、人実法世界っていう、これね、人実法世界っていうのはその東西南北四有上下っていうんでね、十法ですね、その十法全部っていう、だから世界中の世界だ。これはイクオール人実法世界はイクオール一家の名字。これが事故、事故は1であるっていうね、それです。だから何のことはない。人実法世界これ一家の名字っていうと難しそうだけど、何事故はオール分のオールってそういう公式だ。この公式がねみんなもうざっとした公式だと思ってるけど、これはもうノーベル賞もんな。そしてですね、だから東西南北私有上下この人実法世界みんな俺んだ。それで私は人実法世界これ一家の名字というのをどっちへどう転んでも自己切りの自己ってこう訳したわけです。
それをね、人立法世界これ一家の名字っていうと、わあ大きなその宇宙空間だなって向こう側に頭でもって考えるから、そうするとそれが宇宙空間が一家の名字、一粒のその明らかな玉って言ってそういうような頭で考えたら、俺人立法世界これ一家の名字のあの芸者の言う意味はすっ飛んじゃう。そして道元禅師の本人言う一家の名字の牧の話も全く何だかわけのわかんないものに なっちゃう。そうじゃない、これ事故の話に持っとかなきゃ。これで事故の話としてどっちへどう転んでも自己人の事故、そういう話なんだなっていうことはよくわかった。でこのね、だからこう私の言う1イコールオール分のオールって言って、その公式で言えば話は簡単だけれど、このどっちへどう転んでも自己切りの自己っていうね、この言葉の深さはそれこそ無限だ。これをよくね、自己に当てはめて、どっちどう転んでも自己切りの自己なんだ、その深さをよく深くこう知らなきゃならない。それはどういうのかっていうと、これもいつもお話ししてるけれど、このコップっていうのね、このコップはいつでもこの同じ、これだけの人がいて、このコップを見るのに同じコップを見てると思っている、普通はね。しかしながら本当はそうじゃない。生命の実物としては、私は私の視力を持って、私の方からの光線加減で、そしてただ見てるだけだ、私の見方と。でこれだけの方がいるけれど、おのおのみんな見ている生命の実物はですね、それぞれの視力を持って、それぞれの角度から、それぞれの光線加減で見ているんで、これみんな違う。私の見てるコップとあなたの見てるコップとでは絶対に一つであるってことはできない。ほっぺた合わせてですね、同じ角度から見ましょうとこうやって見たって違うんだ、どうせ。で、これコップ一つ見るんでもその違っている。それでコップだけに限らない、あらゆるものがそうでしょ。そしてこれ一つの言葉も、言葉を使って同じ、一つの言葉を使ってても、その言葉の使い方はみんな違うんだ。 それだからね、みんな一つのこう同じ社会、同じ世界に住んでいるとこうみんな思っている。しかしそうでない。本当の生命の実物としては、同じ世界、同じ社会なんてものはないんだ。全く私の見ている世界であり、私の見ている社会ですね。そしてだから、その自己切りの自己ですよ。世界ぐるみ、私の見ている世界ぐるみの自己切りの自己だ。この仏法の話はね、その中途半端なこと言わないんで、生命の実物を言うんだからね。そうすると、どっちへどう転んでも自己切りの自己を生きてるっていう、意外にない。それだから、ところがみんなそうは思わないで、コップも同じコップを見てると思う。そしてあらゆるものも同じものを見ていると思ってる。それどころか、この世界はみんなに共通している一つの世界、
で、一つの同じ世界、社会に生きてるんだと、こう思ってんだ。そういう、こう、そういう世界、社会の方が実在してると、こう先を決め込んじゃってんだからね。そうすると、その世界、社会の中で、私はそのオール分の1でしかない。結局、オール分の1としての自分だけしか考えてないわけだ。で、確かにね、これ、人十法世界、その自己人の自己って言って言うと、それじゃあ独善かって、ね、決して独善じゃない。その事実、我々としては共通面もあるんだから。これコップって言うと、これでコップって言うと、皆さん、外向いて向こう見てんじゃない、コップ、このコップ見てるもの。そうするとやっぱりコップっていうところで共通するところもあるんだからね。で、世界っていう、この世界っていうのも一応共通するところもある。この共通するところをひっくるめて自己入りの自己、事実我々の理性っていうものがあるんだから、理性的にものを見るっていうこともあるわけですね。そうすれば普遍妥当性っていうこともある。でところが普遍妥当性っていう言葉を聞きながら、私の考えている普遍妥当性の意味と皆さんの考えている普遍妥当性の意味と全く同じかというと、そうでもないと思うね。これやっぱり違うんだ。そうすると普遍妥当性、それぐるみ自己意味の自己ってことね。だから決して独善的な意味の自己切りの自己じゃないですよ。このあらゆる自然科学とか、学問とか敵体系とか、そういうことも事実この世の中にある。しかしそれぐるみ自己切りの自己、ここですね。それでところが、だから普通の人はみんなオール分の1だけしか考えてないでしょ。だからオール分の1だけのね、自分考えてると今度は、寂しくなるね、孤独だって。みんなこのようにほにゃって生まれてきて、みんな他人ばっかり、私は全くこの世の中にたった一人っていう、これはオール分の1だけ考えたら全くたった一人だ、孤独だもんね。ほいで孤独だって言って、泣きべそ書いてある。そんなのが中学生や女学生にはこうそういう考え方が流行ってた。いつでもね、ほいで私は孤独だって言ってから自殺したりなんかする、なことはありきてんだ。その孤独どころか、ほんと一切それぐるみってなってくると、オール分のオールとなってくると、これはそんな孤独には違いない、オール分のオールって言うんだからね。で、他はないんだから、この場合。だから自己切りの自己って言ってもね、その時は自己っていうそのとも言えないわけです。本当は他人がないんだから、一切自己の内容もない。私はこうして今ここで喋ってるっていうのは、これ皆さんが私の自己の内容だ。それで他人はいないんだから、本当は自己とも言えない。で、今度は生命入りの生命って言ったらいいや。もうそういう生命入りの生命ね。で、今その仏法の問題っていうのはいつでもそういうところにある。で、今芸者が言うのはこの人十法世界、これ一家の名字っていう、そういう表現をここでしたわけだ。私ならば1イコールオール分のオールって言って表現するとかだ。
それでですね、この今の人事法世界これ一家の名字とついに道を得ての日いわくでしょ時にそうと受けたまわる和尚言えることあり人事法世界これ一家の名字学人いかんが得得せんぜんこれをこの前も私が一応訳したのそうとどっちへどう転んでも自己切りの自己を生きるのだとおっしゃいますがそれはどういうことでしょうとこうね訳したんだほんと死いわく人事法世界これ一家の妙に絵を用いて何かせんてこれをどっちどう転んでも自己切りの自己を生きるのだどういうっていうことじゃないかそう訳したわけそして死来日帰ってその僧にと人事法世界これ一家の名字何時その三回すこれを私は翌日死いわくどっちへどう転んでも自己切りの自己を生きるということをお前はどういうふうに分かったかそうするとそういわく人事法世界これ一家の妙理絵を用いて何かせんどっちどう転んでも自己切りの自己を生きるのでどういうということではありませんとこう前の日の言葉を持って答えたそして死いわく知りぬ何時国産菊釣りに向かって活気をなすことをそれに対して死いわくこいつ変な妄想書くなってそういうふうにこの前訳したわけですところでねまあこの問答の話は大体こういうような意味だそうするとこの問答を大体我々が見てみるといかにもねこの層は不合格食わされたみたいでしょのこいつめその飛んだところで物を書いてんなって言われちゃってですねそのいかにも不合格を食わされたみたいところが道元禅師のこの一家の名字の巻でのこの提唱は決してこれを不合格としていないじゃあ合格として見ているのかっていうとそうでもないそこのところが面白いねというのは大体我々はいつでも合格不合格ね丸か×かそれから善玉か悪玉かってねそういうこうことばっかり問題にしすぎてんだと思うそれでそのこの問答を見てもこの層がいかにも不合格食わされたんだなすぐそういうふうにこう決め込むわけだしかしねこの今問題としては人事法世界っていう、 こう話なんだからねつまりどっちへどう転んでもっていう話が根本なんでしょそうするとね不合もし不合格っていうのがあると面白いことになっちゃうなどっちへどう転んでも人事法世界どっちへどう転んでもただし不合格は除くっていうそれじゃどっちどう転んでもの話にならないわかりますかそれでねその不合格はダメっていうんじゃないんだで不合格ってことはありえないっていう話が人事法世界これ一家の名字って話なんでねで不合格のありえない人事法世界これ一家の名字っていう話だから合格不合格どっ
どっちへどう転んでもっていうのね、どっちへどう転んでもっていう話なんだから、一番こうそのありがたい話だ。で一番景気のいい話だ。もうそろそろまあ私はそういうのと今全然関係ないからあんまり関心はないけれど、そろそろもう受験自分じゃない。そうすると合格か不合格かっていうんで、それだけで夢中になってる学生も多いし、それからその親たちもね、なんとか合格したばらなんかって言ってそればっかりになってんじゃん。そうじゃね、合格不合格どっちどう転んでもっていうような話になってくると、これが一番めでたいんだ。あれ、北野のペンギンさん行って合格って言っていくらで拝んでみたってしょうがないんだ。そうじゃね、もっと素晴らしいいい話は合格不合格どっちへどう転んでもっていう、そういうね、めでたいありがたい景気のいい話、それが今ここでの問題なの。だから全く初めて来られた方っていうのは、これからちょっとも複雑な難しい話しますがね、それでも、今日どっちどう転んでも合格しても合格しなくても一番めでたい話を聞いたっていうだけが印象して帰ってほしいので、いや、この間もね、ある人が訪ねてきた。この人は、まあ、昭和42、3年頃から私のところへ来た人で、時々、まあ、思い出した頃やってきて、世間話して帰ってく程度の人なんだけれど、この間は真剣な顔してやってきたのね。見てもらったところがあって、この見てもらったっていうのは私はそれ自身滑稽なんだけど、見てもらったところが今年は私は、大変悪い年だっていう言われた。それでどうしたらいい、どういうふうに考えたらいいでしょうって言ってね、やってきたのね。これはね、この人ね、時々しか現れないんだけど、年賀状だけはいつでも、必ずよこしてる。その年賀状を見てるとね、時々名前が変わってんだ。祈祷生命判断かなんか見てもらって、これやりこの方がいいって言うとすぐ変えるらしいんだ。それが頻繁なんだね。それでね、この間もそう言ったのね。あたあの手紙見てると時々名前が変わってて、一体どれが本当の名前なんだ。でこれこういう名前だと今日だって言われると、あたはすぐ簡単にその名前を変えるんだろうけれど、今後絶対戸籍の名前を使って名前を変えないことって、大体何か今日がありそうだっていうね、うろうろするのが一番今日大凶だって。それで、そうでない。どっちへどう転んでも、自己切りの自己を生きるんだ、どうせ。それで、たとえね、どんな不幸がやってきても、その不幸を務め上げるっていうね、そういうつもりで、もう、みんなね、不幸が来ると怖いって思うでしょ。だから不幸が来たら不幸を務め上げればいい。だからその不幸を務め上げるつもりでなったらいいんだよ。それが一番めでたい話。ただし我々凡夫なんだ。不幸が来るって言ってね、なんともないっていうんだ。そういうふうにいや、ちょっと我々凡夫じゃそうはいかないもん。それはね、病気にはならないように、
交通事故は起こらないように、不幸災難は来ないようにっていつも考えてるんだ。でしかしその、それに出会った勤め上げるって今度はね、居直らなきゃダメだ。で居直る、どっちにどう転んだって事故見る事故なんだからね。だから勤め上げればしょうがないですよ。それうろうろしてっていうとなおね、もがくから泥沼へこう落っこちるようなもんで、なお深くその今日が今日を呼ぶもので、そうじゃない、今日が来たら今日に身を任せて、そしてそれを務め上げるって、そういう姿勢が大切。そのためにはね、まずオールの、要するにオール分の1だね、オール分の1がね、生まれる以前に下ろされたとか私ってやつがね、あの生まれる以前に下ろされちゃったっていう、 その2番から見ることだ。そうすればね、じっとね、たとえ地獄へ落っこってもそれ勤め上げるっていう姿勢が できてくるんだね。で、その生まれる以前に下ろされたって、なんとか良くなろうと思わない、あのもう生まれる以前に下ろされたって言ったらもうこれ文句はないもんね。文句言おうと思ったってもう下ろされてんだからこの生まれる以前に下ろされるってことが一番大切なんだ。いや、死んで考えるとも言うけれど、もっとその我々にピンとくるのは生まれる以前に下ろされたってね、この頃下ろすのが流行ってるもんね。あの大変話は分かりで、俺はもう大いに下ろしてもらった方がいいと思いましょう。で、どうせ我々も生まれる以前に下ろされてれば初めから問題ないんだもん仏法のクソもって言う必要もない。これで公害だとか何とかっていうのもない。この全くこれ、人類がこう本当にね、みんなが40-50年子供を産まなきゃもう人類なくなるんだから、あの人類なくなったらそれこそ青空でさ、スモッグなんか、高化学スモッグなんかなくてさ、そして水もきれいでって、これ一番いいところで、その点ね、そのそうなんとかかんとか生きようとしないこった、それよりすべてその下ろされたっていう地盤ね。いや、この間もそういう人来たな、のノストラダムの大予言っていうのをご覧になりましたかっていうから、に見たことないって、そしたら人類が滅びるって言いますそれで、20年とか40年とかのうちには滅びるって言いますって言ってね、言うから、あのこんな人類が滅びるなんて決まってるじゃないか、あんなものをね予言してもらわなくたってもう決まってんだ、あので、今人類が滅びたら次の時代は何が来るかってね、ゴキブリとその雲かなんかのその愛の方か、あるいはネズミとその狼の愛の子みたいなやつが、新種がね今できつつあるかもしれない、そういう新種が次の時代を支配するようになるんじゃないだろうかってね。いや、人類があれでしょ、あの恐竜時代っていうのがあったでしょ、あの恐竜時代っていうのもぱったりと恐竜がいなくなったっていうね、それはあんな大きな白物が、あの食うものがなくなったわけだ、その時に恐竜時代は終わったんじゃない。そうすると、ところが恐竜が食うものがなくなった時に、今度は人類、その頃人類っていうのは まだできていなかったんだろうけどね、新種ができつつあったぐらいのところだろうが、そういう後の時代に今度は人類がと恐竜が食えなくなった世界が、人類にとってはその食える世界なんだ、大いにの豊かな、あの何でもかんでも食えるっていうような時代だったんでしょ。ところが今度は人類がこれでもって全部食い荒らしちゃって、もう人類としては食うものがなくなったっていう時代にね、ゴキブリの新種が出てくりゃ、これはもうたくさんの食うものがあってしょうがないっていうのでまた増える。
いやその点ね心配いらないんで、ノスタラダムっていうのに予言してもらわなくたってそんなことは初めっかわって、はい、でいや20年のうちに、滅びるとかなんとか言ったってね、こんなこともね昔から言ってんだ。紀元千年の時にはもう、世の終末が来るって言って、まあ、あの欧米社会じゃあその頃まだにアメリカ入ってないから、欧州だろうね、ヨーロッパではもう今晩が最後って言ってね、それでどうせならば大パーティーをやって、そしての最後の夜を送ろうって言って、それでみんな飲んでた。ところがちゃんと翌朝になったら日が昇ってきた。そんなのが歴史に残ってんだ。であれでしょ、物見の塔とか原理運動とかっていうの、これもね週末はいつ来るっていうのはいつも言った。あんなことはいつでも言ってんだ。いつでも言うことによって、これ大本教や天理教っていうんでも世の中の終わりが来るぞよっていうことを言ってですね、そして信者集めてこれうろうろしてんだ。要するに人類が滅びるっていうのはもう、決まってる。これはもう絶対に決まってる。それを、7年に後に来るとか10年の後に来るとかって言って、そういうことを言うのはやましだ。全く年数なんかそんなことはあるもんか。それをもし何年の後に来るって言い出した言うやつがいたら、これはやましだ。そんな山市にまた引っかかってうろうろしてる。これがどうせいつでも昔から決まってんだから、そんなものをね失敗するなって言ってこの間言ったんだね。そしたら、とんでもない親切を聞いたみたいにびっくりして変わって帰ってきたけど、バカですけど。で、要するにその下ろされた地盤からっていう、生まれる以前に下ろされた地盤から見直してね、そしてそれはだからオール分の1としての自分として、これ事実オール分の1として生きてんだからね、さっきも言うようにその自己切りの自己って言っても、しかしその自己切りの自己の世界の中にこう他人と共通するこうオップっていうや、みんなオップを見るっていうようなね、その共通する面もある。その共通する面としてはオール分の1としての私なんだ。しかしその根本にオール分のオールっていう、それがある。でこのオール分の1としては苦しみとか恐怖とかっていうのもあるのも当たり前だ。それで そういう限りは天からそのオール分の1が下ろされたっていう、ね、その地盤から見直してることね。そして根本としてはオール分のオールの自己を生きるということです。この人実法世界これ一家の名字という話はね、だからね世間の人が望むように幸福が良くて不幸は困る、それから極楽が良くて地獄は怖いってね、生存すること生きることだけが良くて死ぬのは困る、あるいは悟りが良くて迷いはいけない、から合格が良くて不合格は困るという、そういうね半分の話じゃないんだ。そういう半分の話だといずれどっちかどうっていう、どっちどう転んでもじゃない、こっち側ってこういうふうに決まるんだからね。それじゃあ生命入りの生命になんだ。で今この人事一方世界これ一家の名字の話は、幸福も不幸も地獄も極楽も生存も死ぬことも迷いも悟りも合格も不合格もっていうね、どっ
落ち度を転んでも自己切りの自己、生命切りの生命を生きるんだというね、そこに座りが決まるという。俺本当はね、座りを決めん、そういうところに座りが決まっていなくてもそうなんだ。だから心配いらないのね。あれで、どっちでも転んでもなんだ。だから、それこそ、知る南樹や国産菊釣りに向かって活気をなすことをってね、うろうろしていても、それでも人事法世界、これ一家の名字の中の、から飛び出ることはないんだ。ね、そこに決まるのかしょうがないって話今言ってるんです。だからこれは一番めでたい話、一番景気のいい話っていうことで、これからちょっとだから難しいってこううるさいようなその文章を読みますがね、少なくとも今お話ししてきたことだけは分かるだろうと思うんだ。それで本文をちょっと読みますよ。原者来日その層にと人事法世界これ一家の妙何にその参加へ。これは同種す、この同種すっていうのはね、これ何にその参加へっていうからちょっと質問のように見えるね。ところがこれは質問じゃないんだ、はっきり言い切ってんだ、そういう意味です。で、昨日説情報なる、これ昨日はどういうってことじゃないと昨日は言ったわけですね。その絵を用いて何かせんって、この何かっていうね、これこの前も言ったけど不情報ですね。不情報、不情報、これ不定法って読むとそのちょっと話が近くってくるからね、不定詞ってこう言った方がいいかな。何かせんっていうような、どうするのかっていうような、話が決まってないでしょ、こうっていうんじゃないんだから。そういうのをね、不情報っていうね、不定詞だ。それをどうするっていうことじゃないぞって昨日は言ったんだから、これはまあ説情報だ、情報を解いたのね。どういうってことじゃないって言って、そして今日二枚を借りて出記する、こう二様に解く、こう二枚いたっていうかな、二様に表現するわけですね。今日説不情報なり、どういうことかっていうふうに国家がね、これは不情報です。不定詞を使って言うんだから。で、追悼昨日天灯章なり、昨日を押し倒して、そしてこう天灯っていうのはこういうふうにうなずくことね。で、昨日言ったことをバンと押し倒してて、へって言って笑ってるっちゅうね。そして、そういわく、人事法世界、これ一家の妙、絵を用いてその、言うべし、俗の馬に乗りて俗を追うなり。この僧は昨日自分に言われたことをそのまんま言って、それで挨拶したんだから、ちょうどね、賊の馬をぶんどって、そして賊を追うようなもんだ、こういうことですね。で、古物異女説するには衣類中行なり。古物ってのは原者でしょ、原者が何時のために解くというね、学人のために、この僧のために解くには衣類中行なりと。衣類っていうのはね、相異なれる生類ってこういう意味で、人間から言えば畜生ガキっていうようなのは衣類です。
それでつまり仏さんがね、その仏自身の立場を固執しないで、それを捨て切って冥界の凡夫のためにその投じていくのを衣類中行という、つまりここでは現者がですね、その僧の力量に応じて答え、それから僧はまたその力量に応じて現者の言葉を逆に使っていったと、こういうことですね。でしばらくエコーを返唱すべし、エコー返唱っていうのはね、みんなオール分の1の自分がいつ見るのはいつでも向こう側ばっかり見てるのね。ところがオール分のオールとして の自己って言ったらね、これは自己が自己を見る以外ないね。こう沢広氏がいつも言ってたね、みんなこうやって向こう側ばっかり見てるって、それをこういうふうに自分の目をこういうふうに向けるのがエコー変象だって言ってね、いや自己を自分でこう見る。しばらくエコーを変象すべし、自分本来のところに帰ることだ。自分本来のところっていうのはオール分のオールですよ。で聞こまいの用へそもかある、用へそもっていうのはこれその用へそもっていう言葉で生命の実物そのものを表現してんだね。この生命の実物ってのは何枚あるんだ、こういうことね。で指導するに試みに行ってみるのに、乳病7枚細病5枚乳病っていうのは米の粉を牛乳で溶いてそして作ったお餅のことだそうだ。それから細病っていうのは米の粉の中にの野菜も入れて作ったのは細病。まあその乳病細病なんていう言葉言うと我々の生活からちょっと遠くなるから、これはまあパンって言えば食パンとかジャムパンとかあんパンとかクリームパンとかって言ってね、七枚あるって言って、それから細病って言ったらケーキにはショートケーキとかドーナツとかエクレアとかね、のシュークリームとかって言って5枚あるっていうようなもんだ。乳病7枚細病5枚なりといえども、小の南丹の北の協業なり、小の南丹の北っていうのはね、まあ昔の信濃小、小っていうのはあれですね、小っていうところがある、なんていうかな、中市の陽子港の近辺のことを小っていうところがあるわけだね、あの地方で。それの南っていう、それから丹の北。しかしこれはね、だから日本でも湘南電車っていうじゃん。あっちの方は湘南。でも、あちらもこちらもっていう意味です。で、何も地名にはかからない。で、だから、パンにどれだけのパンが、クリームパンとかジャムパンとか食パンとか、お菓子にそのシュークリームだとかドーナツだとかで、いろんなものがあってもどれもこれもっていうことだ。小の南、丹の北の、そのあちらもこちらも至るところっていう意味だからね、小の南、丹の北っていうのは。だからどれもこれもみんな食えるもそれでそういうことで、どれもこれも一家の名寿の協業だってこういうことです。で芸者は知る難事国産木くつりに向かって格形をなすことを知るべし、日面下地面は王子より未だ俯瞰ない。日面は日面と共に具出する、下地面は下地面と共に具出するゆえにというのはね、お日さんはいつでもお日さん、お月さんはいつでも お月さんで、お日さんとお月さんと入れ替わらないと。
で国産菊池っていうことね、あもうとんだ坊主を書いてって言って、そんなとんだ坊主を書きながら、そのまんまでその一家の名字だということです。だからそれはもし6月まさにこれ時といえば我が生熱すと言うべからず、6月ってのは陰暦で言うとちょうど今の8月なんですね。7月8月の暑い時だ。だからその6月だからって今の言う7月8月になって暑いって、しかし暑いのは気候が暑いんでね、我が生私自身のその本性が暑くなってるってわけじゃない。それと同じように、つまり国産菊釣りに向かって活計をしていたとしても、だからとんだその妄想を書いていたとしても、それぐるみ人事法世界一家の名字の一コマのそういう生命の実物なんだ。だから心配いらないんだね。その我々その私みたいなその妄想の多いその人間はどうしたらいいでしょうってね、それ心配はないの。この妄想それぐるみ生命の実物なんで、それでそれでいいんだ。大切なのはその生命の実物にの本当に居直ることの、頂上することだ。今度試験に起こったらどうしましょうってね、心配がないんで、試験に起こったところで居直ればいいんだ。例えばあれだね、大学行く試験に起こったもうしょうがないと、それでもって車間屋さんになったって、車間屋さんでもって成功したって人もいるわけだ。なんかの大学行かなきゃのどうしてもダメってことないんだ。生命ってそんなねもんじゃないんだ。の大学ぐらいね、今大学行ったから大学来たってやつは入って吸ってることいるんだ。の大学起こったからもう自殺するよかしょうがないって、そういうね簡単なやつはまあ自殺した方がいい。これもうそれでもいいんだ。で、しかあればすなわちこの名字の右の無視は無端なり、この名字の右の無視って、まああのちょっと変な言葉だけど、この右女っていうのはまあ真女実際実物のことを言う。それ真女実際だから、この名字の右女は無視無端なりって言ったらもうちょっと文章として分かりいいと思うけど、要するに真女実際生命の実物は始めもなければ端もないっていうね、無量無変なんだこれ。そう私の頭の中で考えられたような限られたもんじゃないんだ。もう悠々たる大きなもんなんです。しかしこれ道元禅師の文章もしんどいね。これ今私がさ、みんな抱えてやったみたいなやつが、その本当は何こんなね、道元禅師は名文章家なんだな。実際にね、この何か考えるのに名文がボンボン浮かんできてしょうがないらしいんだ。でそういうことはあの随文記には出てくるでしょ。あのなんかいい文章が案ぜられてって、それで困るって言って、道元禅師自身も困ったよ。私も困る。でこれいや言ってることはね、俺当たり前のこと言ってんだ。それみんなこういう名文書かれると、これとんでもないことが書いてあるのかとこう思うんで、味にかけられちゃって帰ってよくない。それはな、当たり前、言ってることは当たり前のことが書いてあるんですね、その現像ってやつ。ところが表現が非常に難しいっていうか、それと同時にこれはまあ私の単なる推測だけどね、
私自身の推測だけれど、これは道元禅師が、この道元禅師のこういうこと言っちゃ道元禅師失礼なのかな、しかし私はどうもそういう気がするんだけれど、この当時臨済禅が非常に日本にたくさん入ってきてるわけだ。で、道元禅師は臨済禅とはごろっと違う話をするのに、それをね、平言葉でものを言ったらね、ただこの日本人というやつがまたいつも言うように、これまあ頼りない国民だからね、ほいで、まあ、話の分かる話をしてくれるっていうようなのはくだらないとこう思う。そうじゃなくって、なんだかわけのわからないっていうような話、こう表現になると、わからないのは俺が悪いんでわからないことを言ってくれる人はとにかく素晴らしいんだ、こういうふうに考える癖があるね。俺、まあ西田喜多郎さんの文章でもあれわからないことは言ってんでしょ、だからみんなありがたいと思って一生懸命読むじゃない。おいて、あれ戦後西田喜多郎全集っての出たら行列して買いに行ったって言いましたバカなやつだ。あれね、あれだって全部私が書き換えてやりたいぐらい、私は親切な男だからね決してそんなわからないことは言わない、自分でわからないことは人には言わないことにしてるんだし、で本当は分かりやすい言葉で道元禅師はね、書こうともや書くことができる人だ。本当はの永平真理にしても学童用人集にしても分かりやすく、天蔵教訓にしても分かりやすく書いてる。しかしながら現像を書くときには、これ臨済禅とのあれを相当考慮してるんじゃないかと思うね。で、臨済禅が分かんないような問答を言う、それよりも分かんないような表現をしながら当たり前のことを書いてやろうっていうね、道元禅にはそういう計算があるような気がする。だから初めの頃は、だから初期の道元禅師の正法現像には臨済禅師のことは褒めてるっていう、まあ認めてるよ。しかしながら、ある中期から以後は臨済禅師のもう古典古典に悪口言ってるでしょ。道元禅師が心境が変化したんだとは私は思わない。初めからそうだなんだ、そう決まってるんだけれど、それでも初めから臨済禅の悪口言うと道元禅師の方が簡単にやられちゃうからね、初めはそうこう緩やかにそして道元禅師がある程度認められるようになってから、今度反対に臨済禅のことを古典古典に言うっていうね、そういうところもあるんじゃなかろうかと思うんです。これは単なる私の推測ですよ推測でしかないんで、これ決してそうだとはね言わない、私は責任持たないそんなこと分かるもんか道元禅師の気持ちがでも私にはそんな風に映る。で、この文章もそうだ、まあ そうとでも思わなきゃこんな難しい文章を読む気にはなれないで、人事法、このすなわちこの名字の右女無視は無視、無端なり人事法世界一家名字なり両家三家と言わず、これ人事法世界はどこまでも一家の名字なんです。このオール分のオールっていうのは1分の1でね、1なんです。それを2、3と言っちゃったらダメだ。で、2、3って言ったら2分の1か3分の1の話になるからね。いや、例えばあれでしょ、私の前に人がいると、私は2分の1この場では2分の1と思えば、相手に立てて2分の1と2分の1とこう対して、これじゃ
1分の1の話にならないんだ。今1分の1っていう限りは2分の2なんだ、どこまでもね。それだから2分の2っていうことは1分の1で1なんだ。